は毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、八幡山にありますニバルさんに行ってまいりました。こちらのお店は、八幡山から歩いてすぐのところ、高架下のですねお店でございます。昼は本格カレー、夜はバルといった感じのお店でございまして、僕実は行ったことなかったんですけども、 SNS などで調べると見た目がインパクトあるカレーがありまして、そちらの方を本日いただいてきたんでご覧ください。本日のカレー、ドン。こちらがニバルさんのランチのメニュー表。カレーの種類は4種類で、全てにミニサラダ付きます。ドリンク付きのセットやトッピングの温玉、カレー大盛りもできる。夜の美味しそうなおつまみのメニューを見ながら、先に出てきたサラダを食べながら待ちます。そして本日いただいたのは丸ごとトマトの和風カレー。熱々の鉄板で出てくる見事なビジュアル、ライスの方もそこそこのボリュームがあり、そして目を見張るこちらのどでかいトマトの見た目、そのトマトの周りにもしっかりいい香りのするカレータッチ。それでは本日もいただきます。まずはいつも通りカレーのルーの方から。一口いただくと口の中に広がる和風で本日もうまし。ネギの食感やカツオの香りが口の中に広がり、そしてこちらのトマトも柔らかく、ホロホロとゼロの力で崩れ落ちるトマト。トマトの方は酸味はさほど強くなく、爽やかな酸味といったところでいいカレーとの相性。トマトの主張も強すぎず、しっかりとカレーのスパイス感も後から来る感じ。具材のひよこ豆がまた食感のアクセントになり、付け合わせもいい箸休めの役目を担って、後半には柔らかトマトをしっかりとほぐし、カレーになじませ、自分好みのトマト缶のカレーにもできます。さっぱりとした酸味の中にもしっかりとしたスパイス感、カツオの香りが見事な融合。夜の方もお酒を飲みながら美味しいスパイス料理も食べてみたい、そんなお店。本日もごちそうさまでした。トマト柔らか、トマト結構固めかなと思ったんですけど、もう本当にスプーンでサクサクと言いますか、ホロホロと言いますか、ほぐれる感じのトマトでして、普通にそのままカレー食べてもいいですし、トマトを崩しながら自分で好きな塩梅でトマト具合を、調節できる、そんなカレーとなっておりました。和風の感じが結構しっかりあって、カレーそのまま普通にトマト入れずに食べて、和風のカレーで楽しんで、その後自分の塩梅でトマトの酸味足していくみたいな、感じでございます。トマトの方にも鰹節かかってて、さらに鰹の香りも足せますし、トマトがね結構本当に爽やかな酸味っていうぐらいの感じで、トマトの主張しすぎない感じのカレーでございました。見た目はね完全にトマトの主張すごいんですけども、混ぜて食べてみるとね、結構和風のカレーといい感じで絡まって美味しかったでございます。夜の方もねかなり気になるメニューとかいっぱいありましたんで、それで、夜おつまみ食べながらお酒飲んでカレー食べるみたいなのもいいと思います。はい、というわけでカレーイタリコの生活でした。インスタ、ツイッターもちろんこちらのチャンネルの方にも私としてコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。